どうも、佐々木朝日のビログチャンネルへようこそ。はい、昨日動画できなくてすいません。昨日やろうと思ったんだけどね、久しぶりに友達のね、バースデーパーティーに行ったんですよ。結構大きいパーティーでね、一人で行っちゃったがために誰も友達いなくて、なので久しぶりにちょっとお酒を飲んじゃって、普段全然飲まないんだけど、お酒の力借りてちょっとテンション上げなきゃと思って飲んだらね、なんか帰ってきてめっちゃ耳鳴りするんだよね。やっぱ好きじゃないものは飲んじゃいけませんね。はい、ということで私はお酒は飲みません。私が好きなのはこういうものなんです。チャラン、今日はね、このアイスの実の梨味を食べてみたいと思いまーす。なんかグミで、梨のグミのやつの動画作った時に、梨味のアイスの実がありますよっていうのをね、コメントで教えていただいたので、ずっと気になってて、で、今日帰りに買ったので、早速食べてみたいと思います。やっぱり梨味って最高だよね。本当に美味しいと思う。もう、これはもう見るからに美味しそうな味がしますんで。アイスの実はね、最近このプチオープンとワイドオープンっていう感じでね、この切り込みのところがちょっとね、こう高さが違くって、っていうの知ってます？皆さん。知ってます？私は知ってましたよ。これ、プチオープンを私は結構いつも揚げてます。プチオープン。オープン。そうするとね、ちょっとだけ口が開くんですよ。なんで一個ずつ取れるっていうね。こう、ワイドだと全部開いちゃうんで。梨だ。本当に梨をこうカッてこう真ん中パツンってこう切った時に香る、中の梨の香りがする。うわ、これは超美味しいと思うよ。いただきます。梨そのものですね。ものすごいこれ美味しい。なんかほんと梨を冷凍させて食べてる感じ。うーわ、超美味しいこれ。今ちょっと喋っちゃってたから、ちょうど中が柔らかくなってるんで、ちょうどいい硬さで、果汁45%とろけるジェラート製法。超美味しい。味もしっかりあって、で、香りもすごいいいので、こう鼻から抜けるこの梨の感じがすごい最高最高ですね、これ。私アイスの実ね、基本的に大好きなんですよ。もっとさ、いろんな味入ってるのとかあるじゃない。なんか最近見ないんだけどね、最近こう1個の味だけなんだけども、しょっちゅう食べてたんで、梨は初めて食べました。教えてもらってありがとうございます。すごい美味しいこれ。あれよりガリガリ君の梨より私好きだな、これ。やっぱりこの季節は梨味が結構いろいろ出てくるっぽいですね。ちょっと他に梨味のものがあったらぜひ教えてください。梨グミは最高に美味しかった。そしてこれも美味しかった。ガリガリ君もまあ好きですね。梨、今ずっとここから食べちゃったから見れてなかったと思うけど、丸っこいのね。ここに書いてあるけど、ヨーグルトに入れてシリアルとかも入れて食べると美味しいみたい。確かにちょっと溶けて、梨のこの風味がヨーグルトに混ざったら美味しいかもね。やってみたい。ほんと昨日、友達誕生日だし、すごいいい日だし、最高に楽しかったんだけども、久しぶりにこのアウェイ感を味わってね、この感じ久しぶりだなと思って。でも話しかけてくれた人がいたからよかったの。男の人が話しかけてくれたんだけど、私が一人だったのを気にしてね、話しかけてくれたんだけど、逆にさ、男の子が一人で行って、女だったからさ、こう話しかけてくれたと思うんだけど、自分が男で一人だった場合に、もっとアウェーだろうなっていうふうに思った。そんな感じで、二日酔いに最高なアイスの実なし味でございました。ぜひご賞味ください。それじゃあまた明日。じゃあねー。